どうもツバイランスです。今回ですけども第2回 DM プライド明日公開です。第1回は梅葉さんの赤白バイカーとそれはそれは熱い死闘を繰り広げ大好評だったんですけど、今回の挑戦者はこの方、最強の天文使い松川組組長こと金田選手。使用デッキは青白天文、天文黎明期からドラグハート軸の天文を愛し続け、現在もリモート大会などで多数の結果を残し、今回の企画に名乗りを上げました。デッキリストはこんな感じ。天文といってもミルザムエメラルダみたいなループではなく、どちらかというと青白ドラグハートという感じで、受けて制圧して殴る、皆さんが好きそうな天文です。詳細な解説は概要欄に記事が載ってますので、ぜひ読んでみてください。とりあえず明日の動画に備えて重要なポイントだけ解説しておきます。ポイント1、イカレドローソース、サンドロニアとマーベルサイアン。5ターン目6ターン目のヘブンズヘブン設置に向けて、序盤は手札を整えていくわけなんですが、このサンドロニアってカードね、本当にすごいですよ。手札減らずにブロッカー出るわ、墓地メタ出るわ、全能出るわ。ちなみにこの全能は全然確定枠じゃなくて、手札の質を高めるオレチンレンジでも全く問題ないそうです。皆さんおめでとうございます。これで1万2000円儲かりましたね。からのマーベラスアイアンで、さらに手札の質を高めつつ、バウンス効果でサンドロニアやフォークを使い回したりと、ドローソース1つ取ってもカードパワーの高さが際立ちます。ポイントその2、3種のオカルトアンダケイン殺戮兵器。洗脳オカルトアンダケインを殺します。クローチフォークオカルトアンダケインを殺します。エモーショナルハードコアオカルトアンダケインを殺します。余談ですが、エモーショナルハードコアの効果で流派グレンモルトを指定すると、最終流派グレンモルトも止まりますし、禁断といえば禁断期間 VV8 や伝説の禁断ドキンダメックスも止まります。ポイントその3、大型ドラグハートによる感動のクライマックス。最終的にはヘブンズヘブンを流解させ、このクソかっこいいネバーラストを作って殴ります。光以外の軽量呪文が唱えられません。これとか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 、おまけに自軍が全てのバトルに勝つので、ゴルドギも100機のジャオーモンもガン無視。さらに自身がエスケープを持っているので、大抵の除去はそもそも受け付けません。それでもという相手にはこちら、エバーラストとレオサイユ。光のドラゴンは墓地以外に離れません。墓地以外に離れないかけるエスケープイコール無敵。離れる時代わりにシールドを手札に加える、これまた無敵といった感じで、現在アドバンス環境で猛威を振るっているこのデッキと、圧倒的なまでのガンメタに抗うオカルトアンダケイン、果たしてどちらが勝ち越すのか、コメントで皆さんの予想をお待ちしております。個人的にもこのデッキは強いだけでなく、めちゃくちゃ面白いので、実際に組んで回してみたいという方は、概要欄に解説記事が全文無料公開されてますので、ぜひそちらをご覧ください。それではまた明日の DM プライドセカンド対戦編でお会いしましょう。